ザポリージャ州オレホボからトクマクへの進軍を続けている反転攻勢軸では、同方面にロシア軍が構築した3本の防衛ラインのうち最初のラインを突破してロボーティネを奪還した後、さらに東なんかを続けてノボプロコピフカに進撃する部隊と、東にアルベルペイブへ向かう部隊とがあってそれぞれ進んでいることが伝えられたよ。このノボプロコピフカとベルペイブの間の地域では、ロシア軍が構築した2本目の防衛ラインに到達したことがロシア側の軍事ブログなどで示唆されるなど、ウクライナ軍がこれまでのスピードを上回る速さで進撃している可能性が高いと見られているな。さて今回はそんなウクライナ軍がザポリージャ州で第一防衛ラインを突破した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア側からの情報では砲兵部隊の強力な火力支援を受けたウクライナ軍部隊がベルベイブ西近郊の高地に到達したとしているほか、ウクライナ軍がノボプロコピフカの北東に迫っている様子が撮影された動画などが公開され、ザポリージャ州のこの地域における戦闘が激しくなっていることが伝えられているよ。8月27日にロシア側から発信された情報によると、ウクライナ軍はロボーティネ奪還を発表したものの、現在も同集落の南側では戦闘が続いていて完全占領には至っていないとしつつも、ザポリージャ州のこの地域ではベルベイブ近郊の戦闘が最も激しいものとなっているとしているんだ。そして、ウクライナ軍空挺部隊は砲撃によってロシア軍陣地を破壊した後に歩兵を前進させるというオーソドックスな戦術で防御ライン突破を図っていて、これまでに損害を抑えながらベルベイブの西に到達しているとした上で、ウクライナ軍はノボプロコピフカとベルペイブの間に鎖を打ち込むことで防御ラインを守るロシア軍を後退させ、前線を安定化させようとしてベルベイブ西郊外にある高地を奪取するために前進していると指摘しているな。それらロシア側の軍事ブロガーの中には砲兵部隊の火力支援を受けたウクライナ軍は、オーケルプーベ方向とベルベイブ北西で部分的に成功を収めていると言及しており、これらがブログで提示しているウクライナ軍支配地域と交戦中であることを表す。グレーゾーンがベルベイブ方向に構築されている2本目の防衛ライン内側に入り込んでいるぜ。また、ウクライナ軍の自爆型ドローンが撮影したとみられる、ノボプロコピフカの周辺でロシア軍を攻撃する動画が公開されていることなどから、ウクライナ軍が2本目の防御ラインを突破した可能性が高いと見る向きもあるが、これまでのところその地域をウクライナ軍が奪取したことを裏付けるような動画や画像はまだ出回っていないみたい。ウクライナ軍がこのように着実に前進し続けている状況の中、オランダの調査機関が29日に、ロシア軍がトクマク郊外において市内を流れるトクマック川をせき止めるためのダムを建設して、トクマック川に貯水湖ができつつあり、ロシア軍ではすでにウクライナ軍が市街地に接近することを想定していて、その際には足止めするためにダムを決壊させて氾濫地帯を作り出そうとしている可能性が高いとの指摘を発信したよ。この侵略戦争ではウクライナ軍もロシア軍の前進を阻止するためにこの手段を実施しており、初期段階において首都キーウに迫っていたロシア軍の前進を阻止するため、ウクライナ軍がドニエプル川の水門を破壊して、キーウ北部の森林地帯を湿地帯に変えて首都に入るルートを潰したことがあったほか、バフムート市内の戦闘において市街地の北から市内に侵入しようとする、ロシア軍の足止めを目的として近隣の池の水門を開けたことがあるんだ。ロシア軍もウクライナ軍のドネツク州マリンカ方面での兵站を妨害するためボブチャ川のダムを破壊したほか、6月初旬から開始された反転攻勢において南ドネツクでモクリアリー川沿いに進撃してくる。ウクライナ軍の足止めのためにモクリアリー川のダムを破壊しようとしたことがあるよな。そして、この戦争における最大の水攻めとして戦場に多大な影響を与えたのが、ロシア軍が実施したと見られているドニプロ川のノーバカホフカにある水力発電所ダムの破壊だぜ。2023年6月6日に発生したノーバカホフカダムの決壊は、ヘルソン州の州都ヘルソンも含めてドニプロ川の下流域に大きな被害をもたらしたが、この地域もまた戦闘が継続しているために未だその被害の全貌は明らかにされていないね。
ダムを破壊したことについてウクライナ側もロシア側もそれぞれ相手側に責任があるとして非難し合っているけど、そのことによるメリットはよりロシア側に大きいと見られるために、西側のメディアや軍事専門家の間ではロシア軍による破壊だったとする見方が多いみたい。ただ、ドニプロ川の下流域では一時、多くの地域が巨大貯水湖の水によって水没していたのであるが、その後水が引いたことによってむしろ以前よりも水位が低下したと伝えられていて、州都ヘルソンにあって現在は通行不可能なアントニフスキー橋の周辺でウクライナ軍が東岸に溶かしていることが報じられており、ロシア側の軍事ブロガーなどがドニプロ川東岸の中州にあるダチなどにウクライナ軍が橋頭保を築き、ボートなどによって兵士を送り込み続けているとの情報を発信していることから、この地域においてウクライナ軍が本格的に渡河作戦を実施する可能性があるとする声も上がっているぜ。話を戻してロボーテネ周辺の戦況について、ロシア軍の第一防衛ラインを突破するまでに多くの時間を要したウクライナ軍が、そこから第二防衛ラインに到達するのが比べ物にならないほど早かったことから、ロシア軍の兵力配置を疑問視する声があるんだ。ロシア軍が第一防衛ラインの外側に、通常では考えられないほどの密度の地雷を設置した地雷原をあらゆる場所に設けていたことが報じられているが、その第一防衛ラインに予備兵力までも投入しているとの情報があり、そのラインを破られたことで第二防衛ラインを予備第三防衛ラインに配置している兵力が、不足しているのではないかとの見方が広がっているってわけ。また、地雷原についてもすでに昨年末の時点で占領地を拡大することを諦めたロシア軍は、このザポリージャ州においても第一防衛ラインの外側には自軍部隊が進めないほどの地雷原を設けているけど、その内側には自軍が移動するために地雷原に通り道を設定しているものと見られているよ。第一防衛ラインを突破されれば、そこに張り付いていたロシア軍部隊は第二防衛ラインに後退するためその通り道を通るのであるから、その行動を偵察監視ドローンで確認することでウクライナ軍は地雷原を避けて、第二防衛ラインに短時間で到達することができるだろうね。その行動が迅速であればあるほど、後退するロシア軍の混乱に乗じる形で第二防衛ラインも続けて突破しやすくなるのではないかとの意見も出ているな。ロシア軍がノボプロコピフカのさらに後方にある第三防衛ラインの内側の、特幕を水浸しにしてでもウクライナ軍の進撃を食い止めようとしているとするならば、それは第三防衛ラインや特幕を守りきれないと判断していることになり、ウクライナ軍が第二防衛ラインを突破することがあれば、特幕をあっさり放棄してメリトポリに撤退するかもしれないとの見方もあるみたいだぜ。ロシア軍が第二防衛ラインでどのような防衛線を展開するかによって、次の冬までにウクライナ軍の反転攻勢作戦の成否が決まると見る向きが多く、状況によってはそもそも戦意が高くないとされてきたロシア正規軍が、統率の取れた整然とした後退ではなく、昨年秋のハルキウ州における反転攻勢作戦で見せたように、戦車などの装備を置き去りにして我先に逃走した回想状態を再現する可能性があるとの見方が広がりつつあるね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。